ありがとうございました。ダメだ。ありがとうございます。さっさっさっしてる。マスクしてる。マスクシートベルトしてる。してる。よし、ゆうやチャンネルのしろっこです。さだはるです。よいしょー、よいしょー。ということで、あのスタジオに戻ってから撮影しようと思っていたんですが、あの渋滞で帰りそうにないですということで、はい、ということで今回はね、さだはるくんに画面録画をしていただきながら最新情報公開をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回画面が映っているかと思いますが、お知らせの方をよろしくお願いいたします。はい、まずは8月25日6時10分、ツイッター連動全国超速 GP レーサーチャレンジを開催。いや、それなんかめっちゃ話題になってるよね。そうなんですよね。すごいよ。だってもらえるものがめっちゃすごかったもん。お題の数は全部で4つ、期間中に全ユーザーで協力して達成を目指す企画となっております。ミッション内容、1、強化キット A から H を使用しよう、最大で改造キットが各20個、各20個もらえる。え、バケモンじゃん。バケモン。ステップ1、5000万個使用、再改造キットが5個。ステップ2、1.5 億個使用、再改造キットプラス5個。ステップ3、2.5 億個使用、再改造キットプラス10。え、こんなんだって1日期間があるわけでしょ。そうです、ね、1日とかじゃないでしょ。そうですね、期間ありますね。だって1日5000個ぐらい簡単に使うじゃん。使うよね。使う。楽勝でいくやろ、こんなん。余裕っすね。うわ、もらえるのか。これは再改造キット20個。20個はでかいって。20個いくら分ぐらいですか。いや、今ね、もう超速ランプリやってない人たちもログインした方がいい、絶対、うん、もらえる。絶対にログインした方がいい。いや、もらえる量がおかしい。量がおかしいもん。だってこれ2万円分ぐらいあるよ。やばいよね、うん、これまずいな。これまずい。そしてミッション、うん、トゥ、超速グランプリシーズン83で42秒以内に完走しよう。本当だ、完走最大で10万コインもらえる。でーけー。完走するだけでいいですからね、今回42秒以内に。ランキングとかに入るとか関係なく、うん、関係なく、ただただ完走する、42秒以内に。そしたらステップ1、1万人達成、42秒以内の完走ですね。1万人達成で3万コイン、2万人達成で2万コイン、2万コイン、3万人達成で万コイン、5万回、5万回、これはでかい、これ相当大きいですね。そしてミッション3、ミッション3、一文字豪樹登場の16の巻。いや、そうだ、一文字豪樹知ってます。一文字豪樹や貞治は分からない。家で少年ボーイ、家で少年ボーイ、家の少年ボーイで、イソロボーイ、ソロボーイ、イ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 ソロボーイ、クレーンの上に住んでる。クレーンの上に住んでるは相当癖強いな。癖強いんですよ。ぜひ見てください。レッツエンドゴーも面白いけど、ま、俺の中では、ね、レッツエンドゴー、レッツエンドゴー WGPマックスなんですけど、 WGP マックス無印っていう順番で面白いんだよね。僕はね、最近見始めたんですよね、レッツ&ゴーね。無印、おもろい、おもろいでしょ。意外とおもろい。今ちょうどね、あの YouTube とかでもさ、そうやってるんで、皆さんぜひ見てください。風になりたい。あ、そうそうそう、ってる昨日の歌。ああ確かめ、あーうーのやつね。あれね、俺ドヤ顔で間違ってたらしい。これはやっちまったやつですか。やっちまってるんでね、そこはちょっと謝罪したいなと思います。はい、大変申し訳ございませんでした。大変申し訳ございませんでした、うん、ほんで一文字豪樹登場の16の巻、うん、本当のポテンシャルを以下の回数クリアしよう。お、クリアするだけでいいんですよ、うん、ステップ1、うん、5万回達成でスキップチケット10。スキップチケットもいらんくらい、ね、いらない。1万個くらいあるんだけど。ある、僕も無限にある。ガッツ回復ドリンクが99が5個で、15万回達成スキップチケット20個、ガッツ回復ドリンクがプラス5個、25万回達成でスキップチケットプラス30、ガッツ回復ドリンク99が10個。お、
いいですね。これ99、20個もらえるってことで。でかいね。スキップチケット60と99が20はめちゃめちゃでかいよ。でかい。これ無料でもらえるのは相当熱いから。熱い。回復ドリンクは欲しい。欲しい。欲しい。これ20個もらえる。そう。これ全部ね、とりあえずみんなが超速グランプリを普段遊んでいれば全部クリアできる。全部クリアできる。うん、普段遊ぶだけで良い。そして、これ大事です。お、大事なの？これ大事。ミッション4。この投稿をリツイートしよう。はい。最大でスターコイン500個もらえる。500個、でかい。500個ですよ。500個はでかいよ。で、500リツイート達成でスターコインが300個、700リツイート達成でスターコインが50個、1000リツイート達成でスターコインが150個となっております。あ、すごい。これはみんなでリツイートしよう。うん、みんなリツイートしましょう。それは、はい。ミッション4のリツイート対象は本お知らせの下部にあるリンク先の投稿になりますということなので、このお知らせの、ね、ところから飛んでいただければなと思っております。ポチポチ押していいわけですね。はい、ポチポチしてください。で、あとはキャンペーンツイートはこちらね、これですね、うん、これを押していただくということで、これですね。きた、マックスブレーカー、よいしょ、これです。出たね、これ熱いね。いや、しかもこのスーパー X シャーシがやばい。これね、アクセサリープラスワンバケモンじゃん。これバケモンなんです。完全に人権だし、今回のガチャ僕から見ても外れがないんですよね。あ、確かにトルクチューンでしょ。ガンブラスター、クスコ、マックスブレーカー。マックスブレーカー、これはあの貞治も引こうと思います。あ、貞治も引くの、ついに。貞治ね、今ね、満を持して4500個ぐらいスターコインあるんで、ね、50連いけんじゃん。50連いけるんですよね。うわ、まあ引こうかなと。トルクチューンがね、欲しくて、前トルクチューン、トルクチューン欲しくて40連ぐらい回したんですけど、うん、あの死にました。あ、じゃあ今回出るね。そう、今回出そうかな。まあね、毎回毎回貯めてガチャするのしんどいなと思うんですが、はい、今回はね、どれ引いても当たりですから、これ。まあそうだね。ガンブラスター持ってない、トルクチューン持ってない人はもうこれはもう引くしかない。虹出た瞬間そうか、ね、こうやってなるから、うん、X シャーシはいるな。 X シャーシはこれ完全人権ですね。2種類ぐらいいるな。2種類ぐらいいますね。2つは欲しい。2つは欲しいね。バックス王兄弟レッツ&ゴーマックスの一文字豪気のマシンマックスブレイカーが新登場ということで、新ボディ特性のマックスストーブはスピードがものすごくアップしますが、コーナーで減速しやすくなる特性ですと。へえ、まあ、コーナーで減速しやすくなるっていうのはどういう影響なのかとか、どのくらいの割合で遅くなるのかっていうのもあれだけど、うん、でもマックスブレイカーってコーナーで消えるんじゃなかったっけ、マックスストーブって。どうなんですかね、アニメは。あれなの、マックスストームって、はい、車の前からギューンってビンって出るの、で壁に当たってパーンって、壁に向かって光みたいなパーンってなってるんだけど、風のバリアみたいなのがで、シューンって走っていって壁にスッって消えていくで、逆側のコーナーエンドからシューンって出てくる。ああ、それがマックスストーム。なんかレースみたいな感じですよ。まあレース、虚空に入るわ。虚空に入るわ。ピシッて。わからない人はちょっとレースの、まあ、多分描写出てると思うんでね。ゴシックさんが頑張って虚空に入るわ。虚空に入るってシッてやってるから。めんどくせえ。ポータルを設置する。ポータル展開。じゃあもうそのままガチャの方行きましょう。はい、ガチャの方、うん、ガチャの方と、あのボディ一つ一つのステータス見ましょうよ。あ、そうですね、うん、でもちょっと一つだけいいですか。うん、引けた人は超ラッキー。マックスブレイカーのホログラムステッカーバーボディが低確率で提供されます。うん、我々気づかなかったですね、前回ね。前回ね、ホロ出てたけど、あれね、もったいなかったですね。もったいなかったね。はい、ということでマックスブレイカー見ていきましょう。はい、かっけえ。ホロ、ホロです、これ。あ、ホロめっちゃかっこいいな。かっこいい、今回のホロめっちゃかっこいいですよ。しかもスピード45。そう、でもコーナーやってもスタミナはまあまあ高いじゃん。スタミナ、てか僕がやってた時こんなマシーンバケモンだったんですよね。うん、バケモンだね。ステータスバケモンじゃんみたいな。うん、その他のところで、そうね、これも見たい。あ、エアロダウンフォース 50か。エアロダウンフォースは普通エアロなのね。そのダウンフォースがあるマシーンじゃないの。ブーブー言っていいですか。いいですよ。ブー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 で、マックスストーン、うん、スピードがものすごくアップ、コーナーで減速しやすくなる、うん、まあ、ちょっとこの辺りが気になるんですよね。どうなるのか気になる。
で、あとスーパー X チャージですよ。あ、来た、かっこいい。スピードが8、パワーが12、コーナー当てが48、スタミナ耐久が45。え、スタミナ耐久45ってめっちゃ高くない？高い。重さがちょっと 19g。 え、ちょっと重い。ちょっと重めですね。で、え、スラストは？スラストが6。微妙。いや、まあそうだよね。そう、強いよね。6マイナススラストプレートつけれるもんね。そうですね。タイヤ旋回ダウン、コーナーリングの時に旋回しにくくなります。え、どういうこと？なんかついてる。なんかついてますね。え、何それ。タイヤ旋回ダウンって入ってなかったじゃないですか。何タイヤ旋回ダウン。タイヤ旋回ダウンの3点ついてるっす。え、なんていう名前。タイヤ旋回ダウン3。説明は、コーナリングの時に旋回しにくくなります。いや、コーナーが遅くなるってこと。遅くなるんじゃないですかね。他には、他はバウンド抑制と、バウンド抑制が85、ギア相性が700で、アクセサリー拡張がプラス1。ああ、いや、もうどうなんだろう。タイヤ旋回ダウンが気になるっすね。これ初めてじゃないですか、入った。タイヤ旋回ダウン、コーナーで遅くなるっていうね。まあ、マックスストーム使ってそれで全振りでコーナーだけで遅くなるんだ。コーナー減速を使ってジャンプするような何かがそこで生まれると。今回のグランプリコーナージャンプじゃなかったっけ。コーナージャンプだから、コーナーでブレーキを効かせるっていう壁ブレーキ的な何かが心の中で行われるってことですかね。チャーシとボディの組み合わせで。え、それじゃああれじゃん、どっちも当てて確かめ合う。確かめ合うしないといけないですよ、完全に。いや、これはちょっと気になるっすね。僕もタイヤ旋回ダウンは見たことないな。ねえ、ちょっとまあなんかいろんな要素できて出てきて、ちょっと面白くなってきたかも。そうっすね。まあガンブラスタークスコは大丈夫ですよね。クスコはもうみんな知ってるし、現状最強のボディであるから、クスコは出損はないわけよ。いっぱい出てくれていいわけよ。僕ね、この時ね、全然ガチャとか引いてないんでね、クスコ。でもね、大体なんかこう連発し始めると、クスコとかファイターマグナムとか連発し始めると次のやつ出てくるんだよね。そうそうでみんな知ってると思うけど、シックスブレイカーの DRF があって、さらにマックスブレイカーのブラックスペシャルっていうのがある。それも穴開いてる、ね、DRF みたいな。穴開いてる。それめちゃめちゃかっこいい。だから多分結局ね、軽量出ちゃう。マックスブレイカーは確定で多分軽量は出ますよね。サイクロンマグナム DRF とかもそうだったけど、シャドウブレイカーもあの穴開いてるやつあるから、この辺も出る。この後のボディですね、マックスブレイカーとシャドウブレイカーということで。レツヤのボディがね。はい、ということで情報は以上ですかね。以上ということで、はい、次ガチャ。ガチャ僕の方でも回しますし、なんかダハルも回すんだよね。今回回したいですね、今。あ、4567なんで。あ、本当だ。新マップ回してちょっと集めればいいね。うん、ということで50連いける。サダハルの50連と白っ子は何連するか分かりませんので、皆さんよかったらぜひ見てくださいということで、すいません、あのちょっと今日は車の中からだったんですけれども、ご視聴ありがとうございました。Better.